どうも、翔です。妖怪地図前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、タイトルにもあるようにご当地妖怪を一緒にゲットしようということで、パスワードを入力してご当地妖怪をゲットしたいと思います。で、このパスワードなんですが、これ共通みたいで、ネットで調べれば出てきます。で、まあ僕はネットで調べて今、紙に書き出してるんですが、これを入力していくので、僕と同じように、同じパスワードを入力すれば同じご当地妖怪が手に入るので、ぜひ皆さんも一緒にゲットしてみてほしいなと思います。で、ご当地妖怪なんですが、全部で9種類今出てるみたいで、そのうちの8種類はパスワードが今判明してます。で、最後の沖縄のウキウキビっていう、ご当地妖怪は、コロコロ8月号に、まあ、パスワードをゲットできるんで、8月号買えばゲットできるみたいなので、これもまあ僕コロコロ8月号買って、また動画でアップしようと思うので、そちらの方でも、パスワードを利用してもらえたらなと思います。というわけで、順番にじゃあやっていきます。まず北海道のジンギスカンっていうやつから。ズンギスカンかな？ジンギスカンがよくわかんないですよ。パスワードこれです。これカタカナ数字が交差してるんで、カタカナ数字、カタカナ数字っていう風です。風になってます、全部。他のご当地妖怪も全部カタカナ数字、カタカナ数字っていうパスワードなんで、まあこう一時停止ボタンを押してもらって、順番に打っていってもらえたらなと思います。これはまあカタカナの A、数字の5、カタカナのロ、数字の6、カタカナのク、数字の8、カタカナのヨ、数字の6っていう感じですね。もう、カタカナ数字、カタカナ数字なんで、まあ、わかりやすいと思います。では、いきます。パスワードの入力に成功しました。OK! こちらが商品になります。お受け取りください。ご当地コイン来た。このコインを回すと、ゲットできるみたいですね、ご当地妖怪が。日記に記録しますか？まあ、これはいいわ、後で。よし、じゃあ順番にいきます。パスワード。はい。次、東北ねぶた。ゲットします。ぬ。ちょっとこれ時間かかるんですけど、まあ、飛ばしてもらえたらと思います。めんどくさいという方は。それか、まあネットで調べるなりしてもらえたら多分、載ってるはずです。まあ能力は知らないんですよ。強いか弱いかどうかわからないんですけど、まあまあ、図鑑集めたい方とかはまあ、やってみてもいいと思いますね。お。に、ぬ、六。ぬ、六。ぬ、六。オッケー。これですね。まあ、停止をしてもらったらオッケーなんで、多分行きます。このまま。東北コイン、オッケー。パスワードです。次、関東ですね。江戸っ子パンダ。なんかこれは強そうな感じ。江戸っ子パンダ。来た。毎回カタカナ通じ入れ替えないといけないのがちょっと面倒なんですけどね。まあそんなに、時間かかんないと思います。そして5。MH5。OK。これで、OK です。成功しました。はい、関東行きました。関東制覇。日記あった月はまとめて。次、中部。ひつまぶし。行きたいと思います。まあ、これはひつまぶしの武士があれで、武将の武士ですね。ひ。6。1、6。見せた。6。で、カタカナの、の。で、ひらがなじゃなくて数字の1。き。で、6。OK！ いきます。よっしゃ。てるてるてテンチューブゲットしました。さて、お次はと、どれかな。近畿ですね。僕は近畿地方なんで住んでるんで、近畿たこ焼き。おう、まあ、確か大阪名物たこ焼きか。こ、カタカナのこで4。さらにひ、さらに、に、
ぬ。七。そして、ふ。で、四個最後。オッケー。いいね。キンキ、ゲットだぜ。このご当地枠はパスワードで共有できるんで熱いですね。セーラーニャンとかあの辺は確か、ダウンロードしてないとゲットしなかったらなかなか結構難しいと思うんですよね。ブチニャンなんかトレードもできないですからね、なかなか。だから、ヨークウォッチをやってないとゲットできないっていうレアモンスターなんで、このパスワードのやつは、同じパスワードで OK なんでね。まあ、そこは楽かなと。中国地方次。砂丘入道。ほう。まあ、強そうやな、入道って。ぬ。ぬぬぬ。から始まって、七。から始まって、も。ももももも、と。七。ま。六。は。エッチ。オッケー。終わり。はい。よし。中国。いえ。次、四国ですね。もうちょっとです、あと。あと二つ。四国は、名前は、スモウドン。スモウドン。ね。ご。ネゴシックス。キ。ご。あ、見せた。キゴ。ネゴキゴ。ネゴキゴ、に。きゅ。ゆ。で、に。これで、OK でいいです。よし。ラスト。九州行こう。よーし。かなりゲットしたね、これで。パスワード。次、九州。アッソウザン。アッソウザンじゃなくて、アッソウザン。アッソウ、うん、そうって昔流行ってましたけどね、僕の小学校では。ね。ね、で、九。な。なに？なーさん、なーさん。なーさんで、ぬーさん。次はヌーさん。ナーサンヌーさんですね、ここは。ナーサンヌーさん。で、からの、ナームーか、これ。ナームー。ナーサンムーさん、ナームー。オッケー。これでとりあえず8体揃ったはずです。ご当地県九州。あとはコロコロコミックの8月号についてるやつだけで揃うはずです。まあ、一応確認しとこう。8姉妹揃ってるかなーと。ああ、1、2、3、4、5、6、あ、8個揃ってますね。あとはこれを確かガシャで回せば OK なはずです。まあぜひ、パスワード一緒なんでね。まあネットで調べるか。まあまあこの動画を見ながらやるか。どっちでもいいと思うので、ぜひ撮ってみてください。ちょっとまあ僕ガシャ引けないんで、ご当地枠見ることできないんですが、また引けるようになったら、ガシャ引いて、妖怪を、ご当地妖怪を、一匹一匹眺めていくという。動画も撮りたいと思います。無駄にね。無駄に撮ろうかと思います。はい。というわけで、とりあえず今回は、ご当地妖怪を手に入れようという動画でした。ぜひ、まあ、ご当地妖怪を手に入れて、妖怪術をもっと楽しんでみてほしいなと思います。僕もこれで、まあ、誰使うかわからないので、まあ、使いたい奴がいたら使ってみようと思ってるので、使ってみてください。というわけで、今回の動画はこれで一旦終わります。ありがとうございました。